皆さんこんにちは。今回取り上げるのは、元モデルで現在は女優として活躍している黒谷友香さんです。とても美人で有名ですが、2023年9月現在47歳になってもなお独身を貫いているのです。それではなぜ結婚しないんでしょうか。さらには俳優や芸人で活躍するドランクドラゴンの塚地武雅さんとの熱愛の噂もあるようです。そこで今回は島田紳助さんとの枕営業、病気の噂、結婚しない理由、ドランクドラゴン塚地さんとの熱愛の噂についてまで経歴と合わせて調査してみました。簡単なプロフィールは次の通りです。生年月日1975年12月11日出身大阪府堺市、身長170センチメートル。まず経歴についてですが、モデルの世界に憧れて17歳の時に雑誌の MC シスターの専属モデルのオーディションに応募した黒谷友香さんは見事合格し、モデル活動を始めました。1995年、ドキュメンタリー映画ボクサー場にオーディションを経てヒロイン役で出演し、モデル業から女優業に転身しています。以降は噂の東京マガジンの司会など、ドラマ映画だけではなくバラエティや情報番組にも出演するようになりました。2006年には初主演映画短歌短歌が公開され、アメリカフロリダ州政府柑橘局によりグレープフルーツ大使に任命。2008年まで3年連続でグレープフルーツ大使に任命されました。続いて島田紳助さんとの枕営業の噂については、黒谷さんを検索すると黒谷友香、島田紳助と出てきます。確かにここ最近の黒谷さんは以前ほど頻繁にメディアでの露出をされている様子もありません。黒谷さんの露出の少なさと島田紳助さんは関係あるのでしょうか。結論から言うと、黒谷友香さんが現在露出が少ないのは島田紳助さんは関係ないと考えられます。ではなぜ黒谷友香さんと島田紳助さんが関係があるのでしょうか。それは黒谷友香さんが島田紳助の枕のお誘いを断ったからとされています。島田紳助さんは2011年8月に芸能界を引退されました。引退されるまで人気司会者だった島田紳助さんはたくさんの番組を持っていました。そのため島田紳助さんが気に入った女性は番組に出してもらうことも多かったそうです。それをいいことに島田紳助さんに女性タレントを枕営業させていたという事実があったようです。当時人気女優になりつつあった黒谷友香さんを島田紳助さんが枕に誘ったところ、黒谷友香さんはそれを断ったことで島田紳助さんの逆鱗に触れ干されてしまったということです。ただこれはあくまでも噂レベルの話だそうで、週刊誌に掲載されたというような事実はありませんでした。もし黒谷さんが島田紳助さんの枕営業の被害者となっていたら、結婚に興味がないことと関係するかもしれませんが違うようですね。続いて病気の噂についてですが、黒谷友香さんの名前を検索すると病気というワードが急に出てくると本当に病気なのか心配になりますよね。気になって調べてみた結果、病気という情報はどこを探しても見つかりませんでした。しかしそれならどうして病気と検索されているのでしょう。黒谷友香さんは2021年5月に読みドクターという医療系コラムのインタビューで病気について答えていました。その内容が次の通りです。大病や大きな怪我などの経験はありますか。子供の頃はごく一般的な活発な子供でしたから、熱を出して寝込んだり転んで骨にひびが入ったりなんて記憶はありますね。幸い大人になってからはそういうこともなくなりましたが、子供の頃の話ですが、病気や怪我についてインタビューに答えています。このコラムを読む限りでは芸能界に入ってから病気をしたことはなさそうですね。子供の頃の話をしていて、そのことが病気と勘違いされて噂になったのでしょう。続いて結婚しない理由についてですが、落ち着いた大人の魅力があふれている黒谷友香さん、結婚していないのが悪いというわけではありませんが、あれだけ綺麗な人が
47歳の現在もなお独身を貫いている理由が少々気になりますよね。黒谷友香さんは以前自身の恋愛や結婚について問われた際、次のように回答していました。聞けたらいいなと思っているのは私自身です。このように結婚願望があるのかと思ってしまいますが、実は結婚願望はあまりないのだとか。あまり結婚願望がないんですよ。だから理想の家庭像とか男性像を聞かれても、結婚願望がもともとないですからね。ドラマや映画の中で見る黒谷友香さんのイメージそのまま、私生活もさっぱりした感情を持っているようです。ちなみに2020年に放送されたグータンヌーボ2に出演した際、理想の結婚生活について次のように語りました。フロアは一緒だがドアは別がいい、ベッドルームも別がいい。要は同じマンションの同じ階に住む別居婚が理想ということですね。黒谷友香さんのように47歳まで独身できてしまうと、夫婦とはいえ他人と暮らすのには若干の抵抗があるのかもしれません。結婚願望がない黒谷友香さんですが、好きなタイプの男性は次のような人なのだとか。年上の男性、大人の余裕がある人、情に熱い男性、エネルギーがある男性、好みのタイプ、見た目とか身長とかどうでもいいんですよ。私を成長させてくれる人が理想。わがままですかね。仕事ではできる女を演じることの多い黒谷友香さんだからこそ、私生活では尊敬できる年上の男性に甘えられる環境が欲しいのかもしれませんね。ちなみに年下男性との恋愛については次のように発言していました。年下の男性は自分が通り過ぎてしまった、若い時代を生きている一緒にいるお姉さんのようになってしまいそう。確かに年齢が相当離れていれば黒谷友香さんの言いたいことはわかりますが、黒谷友香さんの理屈でいけば 1,2 歳くらいの少し年下でも大人びた男性であれば恋愛が成就しそうですよね。最後にドランクドラゴン塚地さんとの熱愛の噂についてですが、黒谷友香さんと塚地無我さんの交際が噂されている理由は、黒谷友香さんが2023年3月19日に放送されたあの時告っていればどうなったに出演した際、まさかまさかの発言をしたからです。そもそも黒谷友香さんと塚地無我さんは13年前に出演したドラマ共演がきっかけで、お互いに大阪出身ということで意気投合、頻繁に電話やメールをする仲になったのだとか。その中で一時はこのまま二人とも独身だったらどうすると冗談交じりで語り合ったこともあったと言います。とはいえこの時は特にことは進展せず、しかしちょうど5年前黒谷友香さんと塚地無我さんは東京で偶然再会を果たしました。黒谷友香さんは塚地無我さんを食事に誘おうとしたらしいのですが、その時は塚地無我さんに仕事が入っていたため断念したと言います。そして黒谷友香さんは番組内でこの時の心境を次のように語ったのです。空いてるようだったらどうなっていたかわからない、運命のいたずら。そして今現在もこの時に別の日程で食事をして告白しなかった自分に後悔していると打ち明けたのです。その後番組では黒谷友香さんの目の前に塚地無我さんが登場。黒谷友香さんが塚地無我さんにあの時告白していたらどうなってたと聞いたところ、塚地無我さんは次のように答えたのです。本気で言うてくれてたんなら喜んでってなってました。ということは、もし運命のいたずらに出会わなければ黒谷友香さんと塚地無我さんは交際していた可能性があるということですよね。しかも年齢が年齢だけにそのままゴールインという可能性もあったということです。スタジオが騒然としていましたが、無理もないと言えるでしょう。ただ2023年現在、黒谷友香さんも塚地無我さんも独身です。そして塚地無我さんの方が年上です。黒谷友香さんの好きなタイプの男性に当てはまりますよね。今後の動向にも目を見張りたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。